あ皆さんあの、こんにちは。初めまして。私、あの、三振金属工業人事総務部、あの、大阪本社の城島と申します。よろしくお願いいたします。実は、えー、2年前まで8年間、えー、福島工場の部門長もずっと兼務してまして、まあ、大体、年間にしますと100から120日は、あの土日挟んでずっと福島にいましてね、えー、今、私の部下がね、えー、部門長やってますけども、えー、定期的にはあの訪問しています。三振金属工業っていう会社は、 大阪の本社ありますで、産業用ラック業務用の産業ラックですね物流総括アマゾンさんとそういったところに収めているメーカーになりますまあ、おかげさまでねうちとしては業界ではトップメーカーということで福島工場を社員200人ぐらい売上もだいたい生産90億とかなり大きな規模の会社になります 三振金属工業は福島に進出したのは今から35年前ですで。今の平田村にはちょうど2000年、24年前に、えー、統合して新工場になっています、まあ。これでも鉄鋼団地に進、ね、出、えー、して今でも、ね、貸してるんですけど工場はあります。三振金属の福島工場は、えー、ファクティーパークという名のもとに、えーまあ、敷地内7万坪で4つの工場があります。 でその間の緑化しているところに、えー、栗の木であったり、リンゴの木であったり、桃の木であったり、まあ、社員の、ね、子どもたちが取って食べるとか、あとお客様に配るとか、まあ、あのただ物を作るんじゃなくって、えー、いろんな、ね、コンセプトでやっております。で今日皆さんね、なんで私、マスクしてるかっていうと、もう10年以上前からインフルエンザ、全額会社で接種、負担してやってます。特に、まあ 1>, 1、2、3月が、まあ、いわゆる繁忙期、忙しい需要期になるので、管理職はみんなして、う、ま、つ、あ、すな、うつされるなということでね、マスクを着用しようということで、業務中については、管,部あの管理職はね、マスクしてるといったところで、意識いただければ助かります。で、あの福島五条戻りますけれども、約従業員は200人おりましてあの、静岡からね、北海道まで。 あと海外の製品もそうなんですけども、えー、関東圏を中心に生産の供給点拠点というふうになっています。まあ、ただの、ね、工場じゃなくって農業法人、産地ゆめファームですね。えー、今は地元の平田村の、ね、おじいちゃんおばあちゃんたちがどうしても後継がなくて、ねえー、お米が、ねえー、作れなくても作れないというようなところのところをお借りして、えー、約40兆。 えー、分をお借りして、えー、社員食堂お客様に福島米をねやっぱ PR しようということでやっていますでもう一つは、えー、障害者の雇用の問題として、えー、特例子会社っていうねちょっと難易度高いんですけど福島県ではあの5番目しかないですでちなみに青森は1社、ねえー、山形も1社と非常にハードルが高く ね、あの許可もらうの大変なんですけどもやはり、えー、地元にね貢献する会社としてね、えー、農業法人と、えー、障害者のね、えー、特例子会社もあの実は福島工場の中にはあります。で昔っていうか23年前にね、まあ、地元愛が強すぎる会社っていうことであの福島県庁からねご推薦だいて、えー、福テレ、えー、夕方6時からの、えー、番組に、えー、15分分かけて2回ほど。 あの放映されてなんでそんだけ福島愛が強いのかと言ってねやっぱり地元で貢献する会社っていうのがやっぱり最大の今の中でね、えー、まあ,あのこれはまあなかなか通勤に遠いと思うんですけどもいや実際にはあの社員寮ありますんでね男性はそこでね汗、えー、いれば食事作りますので,で週末は実家に帰るとか。 ちょっと通勤が遠いなっていうよりもうまく社員利用を利用して仕事に励むというパターンのね、あのー、社員さん結構多いのでね、まあ、そういったね見方もしてもらえばいいかなというふうに考えております。ではあの早速ですけれども、あのうちの青野君が会社説明しますのでお聞きください、はいいははありがとうございました、はい。 では早速ですが、えーと、スライドを使いながら、えー、三振金属工業株式会社の、えー、ご説明をさせていただきたいと思います。はい、会社名を三振金属工業株式会社と言います。で本社が大阪府千北郡忠岡町と、まあ、関空の近くにある大阪に本社がある会社になります。代表が荒井宏正。で えー、1967年4月に設立しまして、えー、創業から考えると、えー、来年で60周年を迎える会社になってきます。売上高が281億円、従業員数が656名、拠点数50拠点のグループ会社11社、うち海外方針3社というぐらいの規模感になっております。 で先ほど、えー、白島の方からもお伝えしましたが、えー、売上高、生産量ともに業界ナンバーワンの会社になっております。また、えー、最近ナンバーワンになったわけではなくてですね、もう20年以上、この産業用ラックという業界ではナンバーワンの会社になります。また、2020年から23年にかけて、3期連続過去最高売上を更新しています。まさにアジア最先端の物流を支えるリーディングカンパニーとして日々頑張っている会社になります。 拠点マップです。えこちらえ、全国47拠点、北は北海道から南は沖縄,南は沖縄までえ、販売拠点がありまして、タイ、ベトナム、韓国と海外にも3拠点ございます。また、え大阪本社工場と福島工場と工場を2つ持っておりまして、えー、産業用ラックの業界では工場が2つ以上あるのは三芯金属のみというところで、それぐらい業界でのシェアというものを持っている。 というところになりますで福島工場についてですね、まあ、先ほど、白島の方からもあのお話ありましたが、環境と工場を融合したファクトリーパークというものを目指しておりまして、桜や梅などの草花を植えまして、またりんごやぶどうなどの果物も育てております。また従業員に対して、毎年お米のプレゼントも行っております。 また、えー、ここには書いていないんですが、ワインなども作っておりまして、えー、なかなか面白いこと、えー、農業であったりとか、工場の、えー、面白いことをたくさんしている会社になります。ではね、えー、会社としてどういうことをしているのかというところに入っていきます。スチール製の産業用ラックをはじめとして、オーダーメイドで、物流保管の製品、サービスを提供するものづくりの会社となっております。 私たちはオーダーメイド、フルカスタマイズでお客様に商品を提供するというところに強みを持っております。また、物流情報管理システムを提供する IT ソリューションサービスにも力を入れております。物流業界の成長性と保管の重要性についてとあるんですが、まあ、今、アマゾンさんなどのネットショップがすごい盛んになってきて、 もう今皆さん多分もうアマゾン楽天さん使ったことあるよって人ばっかりだと思うんですがえ昔に比べてもう皆さんネットショップで家に物が届くというようなえ時代になってきておりますじゃあそんな中で私たち三振としては大きな倉庫で大量に保管することに特化したラックまた特殊な形の荷物の保管に特化したラックというものを作っておりまして まさに今、物流においてラックの重要性は年々増していると。えー、ラックを制するものが物流を制する時代が来たと言っても過言ではない時代になってきております。で、こちらがあの主な主要納品先とあるんですが、まあ、皆さんご存知の通りですね、もう、七たる企業様が私たちのラックを使っていただいております。特に Amazon さんで行くと、国内にある Amazon の倉庫の9割以上、 は三振のラックを使っていますまたローソンさんでいくとえチルドのピッキングシステムですね、えー、と大阪店にはこれ福島店にはこれっていうような商品を分けるシステムのことなんですけどもそのシステムの9割以上も実は三振のシステムを使っていますまあこれだけあのなくてはならない物流業界には必要なことを三振ではたくさんしているというところです じゃあ具体的にどんな製品があるのかっていうのをちょっと見ていただきたいと思ってます。はい。こちら皆さんご存知ですかね ?IKEA さんなんですけども、行ったことあるかなこの IKEA さんの最後のレジ前にあるラック、これ実は,は三振が作っています。これの特徴は、とにかく地震に強いっていうところです。日本は地震大国なので、そういった地震で倒壊しないように、耐震性に優れた作りをしております。 続きましてこちら移動ラックは三振という合言葉があるんですがこのラック移動するラックになりますで特徴は大きく2つで1つはマイナス46度でも動くというところですねなので、えー、実は南極大陸で使われていたり、えー、韓国の空港で使われていたりもしますでもう1つの特徴がとにかく保管効率がいいというところです 対応の荷物を預かる倉庫で効果的とありますが、固定ラックに比べまして、こちらの移動ラックは半分のスペースで同じような荷物を収納することができると。まさに国土のちっちゃい日本では、あのー、すごく看板商品となっております。で、こちら、ホンダ技研工業さん、ホンダ自動車さんで、えー、お作りしたオーダーメイドのフルカスタマイズのラックになります。 これの特徴は、この天井部分に収納できるスペースを作ったっていうところなんですけども、実はこれをするにあたって、火災、火事が起きたときに、沈火するために、水が流れるために、スプリンクラーの妨げになるので、消防法的にはだめだっていうところだったんですけども、この見てもらったように、サッシ状になっていたりとか、網目状になっている作りのおかげで、無事消防法をクリアして、 納品することができたというような製品になります。失礼しました、またこういった植物工場も作っておりまして、水耕栽培で作れる植物工場のプラント設備もお作りしています。はい またこちら、えー、IT システムですね。システム商品なんですが、在庫管理システム、仕分けシステム、OS キーパーシステム、スマートタナコンシステムと、まあ、これ人気1、2、3、4となっているんですが、こういったソフトウェアも自社で開発して作っています。では、採用コンセプトです。Visa Space Controller。 空間の生産性を高めるプロフェッショナルになるとあるんですが私たちは産業用ラックを介してお客様の生産性を高めるというところを目標にしておりますでは具体的な職種紹介ですね、えー、本日は設計職と IT 職をご紹介させていただきます設計職とは 設計、施策を担当するものづくりの頭脳です。お客様の施設、設備の規模や用途を見極め、最適な設計をし、試作品の制作、改善に携わります。主にニーズに対する案の図面化が、えー、仕事となります。とあります、えー。具体的には下にある2つですね、CAD による図面作成というところと、プランを実現する最適な仕様の決定というところをお願いしております。でまさに上流設計というところで、 使いやすさや安全性、施工のしやすさ、生産性、また適切な値段かどうか、金額の部分まで、えー、決めていただきます。また、この図面作成っていうところに関していくと、実はベトナムにある子会社が今、作図部隊になっておりまして、現状35%ほどの図面作成はもう子会社に作っていただいているので、まさにこの左側のプランを実現する最適な仕様の決定っていうところに、 強化してお願いしております。まあ、これが姿図になります。続きまして、開発職とは、新商品を開発する舞台、新商品開発は2パターンとして、まあ、大阪大学さんと一緒に作ったりとか、日建設計さんと一緒に作ったりと、まあ、たくさんのものを開発しております。 特に最近でいくと、この ER 型サスシレス廃棄実験台というものは、グッドデザイン賞を受賞しました。これが、えー、実際の開発責任者の、えー、記事になります。また、社内 SE、物流ソリューション営業開発と、社内のシステムの運用、保守、改修など、社内各部署の業務改善や課題解決を行うため、既存のシステムの改修や新しいシステムの導入などを担当する社内 SE。 また逆に顧客である倉庫製造現場に対し自社開発のソフトウェアを提案する社外に向けたシステムエンジニアの2つも募集しております。これが実際に作っている物流管理システムの在庫数や GoSKeeper、GoS って聞いたことありますかね、整理整頓とかっていうところになるんですが、そういったシステムを作っております。 そして三振では若手の成長環境を整えております資格支援制度としまして国家資格、えー、こちら例なんですが1級2級建築士の資格取得のための専門学校などの学費全額会社支援総額約170万円と書いてありますが実際に、えー、昨年も、えー、たくさんの人が挑戦していただきましたでもちろん、えー、学費は全額会社支援です、また 資格を取ってもらったあとは、資格手当として、しっかりお,き、あのー、お給料に反映して、えー、社員に還元しております。はい。そして、こちらが、えー、募集要項ですね、あのー。見ての通りとなります。で、えー、と2つだけお伝えすることがありまして、1つ目がこちらの賞与の部分なんですけども、決算賞与11年連続支給とあるように、 決算賞与をもう11年連続で出しておりますので、実質年3回賞与がございます。そしてもう一つは、えー、本社福島工場ともに、えー、独身料がございます。なので、えー、あの安心して、えー、長く働き続けることができると考えております。はい、今後の、えー、先行フローですね。 まず、会社説明会を受けていただきます。その後、人事部長面談、会社見学会若手社員面談、そして役員面接、その後、内定となります。なので、私たちはエントリーシートであったりとか、SPI みたいなものはないので、学生様とマッチングするか、人柄を見て、実際三線に合っているのかなっていうところを見て、決めさせていただいております。 なので、ぜひ三振に興味があればあの、チャレンジしていただきたいです。はい。それでは最後にですね、会社説明会、クリエイトのご紹介をさせていただきます。えー、正直、この15分ほどの説明会では、あの三振のいいところ1%も伝わっていないと思いますので、このクリエイトに参加していただきたいです。三振の技術力の真髄を体感せよとあるように、 昨年の参加者満足度が98%完全オーダーメイドで製品を作り出す業界ナンバーワンメーカーの技術職としてのやりがいを三新金属工業の技術者になって顧客満足を作り出すオンライン仕事体験を通じて実感しようとすべ、えー、て Web でさせていただいております日程はここにあるように2月26、28、3月4日、7日と13時から15時で すべてズームでさせていただいております。で、こちら、マイナビ2025に登録がありますので、そちらにエントリーしていただきますと、私、青野の方からご連絡差し上げます。はい。それでは、三線金属工業のご説明を終了させていただきます。ありがとうございます。